神奈川県立相模大野高等学校は、神奈川県相模原市南区相模大野にあった公立の高等学校。男女共学、通称は大野高。商業地区でありながら閑静な住宅街にあり、相模原市内では、神奈川県立相模原高等学校と並ぶ進学校として認知されていた。開校から数年間は、学生の影響や、 交通事情の関係、そして周囲に同程度の高校が存在することなどから、大半は相模原市南部からの通学であったが、学生廃止以降、閉行時までに在籍していた生徒の6割が、旧相模原南部学区外から通学していた。神奈川県相模原市南区相模大の4-1の1、大野の文字を円で囲んだものである。作詞、大鹿越子補作。 小杉高明作曲、寺島正春中等教育学校へ移行する際、4番が生徒と教師によって追加される。事実上のスクールカラーは演じである。基本的に自由な校風で、近年、大学への進学実績も高い。7割以上の生徒が現役で大学に進学するが、大学へのアクセシビリティで受験する傾向がある。 卒業式では卒業生による貸し投げが恒例となっていたが、飛来する雨などで怪我をする恐れや落下生が散乱したことなどにより、2006年度をもって廃止された。ありがとうございます。